みなさんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長県のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売長県ラディオ十一月五日投開票のアメリカ大統領選挙まで四ヶ月ちょっととなりました再選を目指す民主党のジョー・バイデン大統領に挑戦する候補者は共和党の前の大統領ドナルド・トランプ氏となることが確実ですが 仮にトランプ氏が11月に勝利し来年1月20日に大統領に就任したら世界そして日本にどういう影響が及ぶのでしょう今日は国際ニュース報道に長く携わりアメリカ政治にも詳しい大内崎さんにもしトラ、もしトランプさんが返り咲いたらについて聞いていきます大内さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします大内さんまずもしトラという認識でよいでしょうか 最近はもしかしたらトランプさんより一歩進んだ「ほぼトラほぼトランプさんで決まり」という言葉もちらほら聞かれますがははいい現状トラだと思います全米の支持率調査の平均値を見ますとトランプさんが47%台バイデンさんが46%台で推移していてトランプさんが1から2ポイントの間 ほんのわずかリードしているという状態です。これは今後どちらに転ぶかわからないレベルの差です。ご存知のようにアメリカの大統領選挙は全米で獲得した票数そのものを競うのではなく各州に人口に応じて割り当てられた選挙人の数合計538を競います。この際50州のうち48州で極端な話1%でも多くの票を取った候補が その州に割り当てられた選挙人を全部持っていく勝者総取り制になっているため接戦が予想される州でどちらの候補が勝ちを積み重ねるかがポイントになります今年は接戦州はどれくらいありますかバイデンさんの生まれ故郷であるペンシルベニア州ここはラストベルトさびれた工業地帯で知られますけれどもそのペンシルベニア 全米の平均よりもイスラム教徒の有権者が多いミシガンなど大体た7つです選挙人の数はこの7州合わせて90人といったところですがこの7州での世論調査を見ても本当に接戦となっているんですそして投票日までまだ4ヶ月ちょいとはいえまだ4ヶ月あります当初の予定を前倒しにしてアメリカ時間の6月27日に1回目が行われる バイデンさんとトランプさんのテレビ討論会のパフォーマンスでの出来そういうものでがらりと雰囲気が変わることもまだまだあり得ますトランプさんの帰り先に世界は戦々恐々としています確かにトランプさんの大統領時代外交は混乱したというイメージですがそうですねまあまずトランプさんの世界観そのものが、うん、こう問題というふうに言えると思います 実はトランプさんはいろんな支持者向けの集会でも外交について語ることは少ないんですアメリカの有権者が大統領を選ぶにあたって重視するのは一に経済、二に経済、それから移民対策、人口妊娠中絶の是非といった内政の課題が中心ですそれにアメリカにアクシオスというニュースサイトがあるんですけれどもこの分析によるとトランプさんの演説の9割はバイデンさんの批判と悪口 俺が大統領時代にはもっとうまくやっていたという字が自賛に終始し、政策論というのがほとんどないんですよね。ただその言動からは、どこかの国が得をすれば、その分別の国が損をする、いわばゼロサムな世界観を持っていることが明白です。そしてトランプさんの世界観において、アメリカが損をすることは絶対にあってはならない。その世界観に加えてトランプさんの大統領時代に、 同盟国であるにもかかわらず、ないがしらにされたヨーロッパ諸国は、まさに戦々恐々です。ヨーロッパが懸念する外交政策とは、具体的には何でしょう。まずはウクライナです。ヨーロッパは距離が近い分、ロシアの脅威を肌身に感じています。そして、ロシアが重大な国際法違反を犯し、2022年2月にウクライナ侵略を開始したことを許してはならないと強く考えている。 そのためにヨーロッパはウクライナ支援に力を入れてきましたアメリカのバイデン政権もそうで侵略開始以降ウクライナの最大の軍事支援国はアメリカでしたところがトランプさんはウクライナ支援はお金の無駄遣いだアメリカのためにならないこう言ってはばからないそして自分が大統領に就任したら即座に戦争をやめさせると言っています。 戦争をやめさせるといえば一瞬聞こえはいいですがそうこの戦争をやめさせるを言い換えるとロシアがウクライナの領土を軍事力で持って奪った状態のままウクライナに極めて不利な停戦を飲ませようとするになるとみられていますヨーロッパそれから日本を含む心ある国際社会からすれば国際法で一番やってはいけないとされている 戦争武力でもって隣国の領土を奪うという行為のままロシアに得をさせると極めて悪い洗礼を作ることになり許し難いしかしアメリカの支援なしにウクライナはロシアと戦い続けられないというのが現実ですトランプさんは1期目欧米の軍事同盟 NATO= 北大西洋条約機構にも随分ん苛立っていましたよね。はい ヨーロッパの NATO 加盟国は十分な金銭的貢献をしていない本来 GDP の2割を国防費に割り当てる約束なのにそれを守っている国が少なすぎるなんでアメリカだけが負担を強いられるんだ不公平だこんなふうに不満を爆発させていましたトランプさんの元側近の一人はトランプさんが大統領在任中 NATO 脱退を検討していたと暴露しておりトランプ大統領復活ということになれば 欧州の同盟国により大きな負担を求める圧力を高めるのは必死とみられていますすでにトランプ候補は十分な貢献をしない NATO 同盟国をアメリカが防衛しない可能性にまで研究しているんです最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ 読売新聞調査研究本部がお届けしています本日はもしとらもしトランプ候補が11月のアメリカ大統領選に勝利し帰り咲いたらということでお話を伺っておりますさてアジアはどうなりそうでしょうかアメリカの雑誌タイムが4月末トランプさんと長時間インタビューをしたんですがその中で韓国に駐留している米軍に関連し 韓国政府に我々を正しく扱わせたいと話して韓国政府にも負担増を求める考えを示していますそうなると日本も無傷ではそうですよねトランプさんの一連の発想からいくと日本だけが素晴らしい貢献を見せているというわけにはならないでしょうから日本にもさらなる防衛負担を求めてくる可能性は十分あるでしょうまあそして日本として気になるのはトランプさんが同盟国 潜在的敵国に関わらずアメリカにものを輸出する場合、関税を大幅に上げると言っていることです。トランプさんは大統領在任中から自分はタリフマン、関税男だと言ってアメリカ製のものを保護するために関税を使ってきましたね。はい。そして候補者トランプさんは一番の競争相手とみなす中国からの製品に対しては六十パーセント以上の関税を他の外国からの製品には。 一律10の関税を課すすと言っているんです、まあ、実際にそんなことができるのかどうか世界貿易機関 WTO 協定との整合性もありますし輸入品の関税を上げればひいてはアメリカの消費者にとって高い買い物になってインフレを悪化させる可能性もあるので微妙なところかもしれませんがそう公言してはばからないのがトランプさんです。中中国国ととえば中国が台湾を軍事力で統一しようとする 台湾有事があった場合トランプさんはどう出そうでしょうタイム誌とのインタビューでは自分のカードを晒したくないからその質問には答えないでも中国は私の答えはよくわかっていると話しましたトランプさん本人が台湾問題にどこまで思い入れがあるのかは別にしてトランプさんが対中政策の担当者に任命するのは中国に対する強硬派になる可能性が高く アメリカにとっての台湾防衛の意味は十二分に分かっているとの見方が多かったですただトランプさんが重視するのは台湾の独立を維持することよりも米中競争でアメリカが優位に立つこと勝つことですからそのディールのための一つのカードにしかねないと見る専門家もいるんです地球温暖化や感染症対策などグローバルな課題は抗体を余儀なくされそうですね トランプ陣営はアジェンダ47という公約をネット上に掲載しています。47というのは、仮にトランプさんが大統領に返り咲けば、今度は第47代になるということから来ていますが、この中でグローバリズムを拒否し、愛国主義を重んじるとはっきり歌っています。トランプさんは前回、2017年1月に大統領に就任したその日に、 地球温暖化対策を定めた国際協定、パリ協定から離脱しています。今回も仮に大統領に就任したら、バイデンさんがパリ協定に入り直したのまた脱退するでしょうし、アメリカの地球温暖化対策が大幅に後退することは間違いないでしょう。トランプさんの口癖は、ドリル、ベイビー、ドリル、石油を掘って掘って掘りまくれ、ですから。戦後の国際秩序が今、揺らいでいるとよく言われます。 そんな時代にアメリカがグローバリズムに背を向けるとどうなってしまうのでしょうまあ一つトランプさんのために言うとすればアメリカが内向きになったのはトランプさんに始まったわけではありませんアメリカは世界の警察官ではないと宣言したのはトランプさんの前任の大統領バラク・オバマさん時代でしたトランプさんの言動を聞いたり読んだりしていると今年3月に読売新聞主催のシンポジウムで ノーベル経済学賞を受賞したアメリカコロンビア大学のスティグリッツ教授がおっしゃったジョークを思い出しますいわく今度のアメリカ大統領選挙はアメリカ人の生活だけでなく世界中の人に影響を及ぼすから世界中の人が投票できたらいいのにねありえない話と承知しつつ私もそうだといいなと思いますはい大内さんありがとうございました読売朝券レディオはこれからも 旬な話題を深掘りしてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました